中央波とは、ピアノ調律や弦楽器のチューニングに、基準をとしてよく使われる、異音のすぐ下の波音のことである。ソルフェイジュでは、固定度消法の基準となる音である。音吹記号ごとの中央波。左から、トート記号、アルト記号、テノール記号、ヘオト記号通常の88件のピアノにおける、中央波の位置 A イコール 440Hz であって、 かつ12平均率であるならば、約 261.63Hz の周波数、ミティのノートナンバーは60、日本式表記は1点波、国際式表記は C4 である。また、日本では一般に真ん中の度というと中央波のことを指す。単に度という場合もある。ソプラノの最低音に近く、多くの女性や未編成の男性が出すことのできる最低の波音である。 バスの最高音に近く、編成を終えた多くの男性がファルセットを使わずに出すことのできる最高のハートである。普通のフルート、テナーリコーダーの最低音である。オーボエ、クラリネット、トランペット、バイオリンの出すことのできる最低のハートである。ビオラの最低音より1オクターブ高く、チェロの最低音より2オクターブ高い。ピアノでは鍵穴のすぐ左のハートである。 ありがとうございます。